最小機関鉄道とは、狂気の中で2フィートもしくは600ミリメートル以下の機関の鉄道。381ミリメートル、400ミリメートル、457ミリメートル、500ミリメートルが最も一般的である。原型は1870年代にアーサー・ヘイウッドが英国の庭園鉄道向けに、フランスのポール・ド・コービルが専用鉄道向けに開発した。 最小機関鉄道とミニチュア鉄道との主な違いは、校舎がフルサイズのプロトタイプモデルを使用していることである。ミニチュア鉄道には、例えばウィックスティード公園など6 1 0ト、mm、ルの機関で走るものがあり、最小機関鉄道には、ラドヤード小蒸気鉄道のように2 6 0ト、mm、ルという非常に狭い機関を走るものがある。一般的に、 最小機関鉄道は、専用鉄道、産業鉄道としての機能を有する。もっとも、ほとんどの最小機関鉄道は観光と関連していて、それらとは異なる機能を持ち、収益を上げるために観光に依存している。一般的に、最小機関鉄道は、車両限界が最大化されている。これは、器具の寸法が、機関に対して、可能な限り大きく製造されたためである。 しかしその一方で、転倒しないように十分な安定性を保っている。ダッフィールドバンク鉄道の蒸気機関車左側に、立野が建設を監督したアーサー・ヘイウッド。ありがとうございます。